見て、可愛くない？グレイシアちゃん、ポポちゃまっていう話。まあ、グレイシアちゃん大好きなんだよね。おはようございます。なんか変な位置から始まってるけどいつもの場所じゃない。今日はなんとみんなで9時まで寝てしまいました。違う、僕はご助機は？皆さん、この発言が信じられますか？ちょっとして寝て、起きた話だった。そう、今日はテスト直前日曜日なのに、ノーベンの人はここに約1、あ、約2名か向こうもだやばいですね、今回は本当にね、ノーベンってさ、本当に何もやってないこわーわーわー、何一つ？やば。でも、行ける気しかしないそう、私はですね、なんと前回の中間講座で一夜漬けをしても結構取れるということを知ってしまったので、だからだ、味を占めたので、だからやらないのか今日は前日なので塾の宿題をやろうと思います。えそっちやるの？そう、3学期の期末、大体期末が10教科で、それ以外が5教科なんですけど、中3の3学期期末がなんと5教科だけになってしまって、最後の副教科のテストなの。やばいね。今日の予定は宿題ですかね。テスト勉強もやばいんだけどね。倒したいね、私ね。国語で丸をつけなくて10点落として1位を逃したから、すっごく悔しいの。だから絶対1位を取ってやりたいって思ってそんだけやってないのに。そう、やってないのに。それで取れたら恐ろしいわ。いや、絶対取りたいの。てか前回も取れたからね、丸つけとけば。ほんで、アキポンは何をするのかな、今日は。月曜の強化する。じゃあ、ママたちはお買い物と温泉に行ってこっかな。行ってらっしゃいでも3日間あるってことはさ、ちょっとずつ勉強できるから、一夜漬けする人には。そうですね、嬉しいですねあ、でも前回は3、2だったので4、3、3だからちょっときついですね。前回よりはやっぱりきついよ。あ、そうだ、みんなにおすすめしたいものがある。ずら卵うんうん、これもいいよ。あ、これ一人の時に食べてね。うん、なんで？隣の人めっちゃ臭い思いするからいや、そんな臭くないよ。でも、車の中で食べられた時はちょっと匂ったからかっちゃん結構燻製系好きなチキンも好きだよね。うん、燻製のやつ。ファミマの、なんか何、炭火焼きなんちゃらチキンみたいなのがめちゃめちゃ美味しくて、今まで食べたサラダチキンの中で一番美味しかったから、ぜひ食べてみてください味覚が飲んで、うん、見てる方ね、お父さんお母さんもね、お酒のつまみになるものを、ね、紹介していくチャンネルです違います違いますよじゃあ今日はカメラさんが2人の勉強の様子をお届けします。やめろ、してないのがバレてしまう。やだ、なんでこんなに長いの。なんかこういうものを覚えるときに言いながら書くとめちゃめちゃ覚えるらしいよ。語感を使わないといけないらしい。そうだよ、そうだよ、英語の単語もだよ。え、単語ってかマジ知らん、あんまりあ、これ早いやつ。そうなの？じゃあくねくね道にしようちょっと斜めってるけどいい？いいよ。ここまでくっつけよう。ぐにゃぐにゃ道いいね。よし、できた。じゃあ走らせてみるよ。おお、走ってるじゃん。よかったね、銀。イエーイ。いいコースできたんだね、銀くん。何で作った？止まりました。お、一気に止まりましたか。ほら、無理だよ。これ無理だよ。もう無理やりなんか。脱線してるし。行く脱線してる、助けてあげて。なんか
部屋の片付けをしてたんですよ。まだちょっと汚いんですけど、今途中段階なんですけど、すごく部屋の片付けに飽きたので化粧をします。不意にね、急に年間化粧することがあって、またその日がやってきた。どっちにしよう。今日やりたいことが一個あって、12月に学校でミュージカルをするんですけど、その演目がライオンキングで、まだあと1ヶ月もないんですよ。1ヶ月もないから力を入れて練習しているわけですね。ラフィキ役をね、私はやるんですけど、で、その衣装の準備とかやつをママに手伝ってもらってるんですよ。の影響かわかんないんだけど、ママがライオンキングにハマったと言いますか、 DVD を買ったんですよ。だから今日の目標は、宿題とかを終わらせた後、あのライオンキング見たいなって思って、二人なりたいね。いつもメイクするたびに思う、二人なりたい。あ、最近ですね、スキンケアを心がけるようにしてるんですよ。中3になって塾の宿題とか学校の宿題とかいろいろやることも増えてきちゃって、その寝れてなかったんですよ。肌が本当に死ぬんですよね。本当にボロボロになっちゃって、あのさすがに危機感を覚えたので、スキンケアをするようになりました最近は。あと最近まつげ美容液だけでなく、なんかまつげの育毛剤を買ったんですよね。育毛剤の効果が出てるのかわからないんですけど、一応塗ってます。育毛剤とは、あの今まで使ってたまつげ美容液を使ってるんですけど、どうすればどういう塗り方がいいのかとか全然わかんないから、普通にただただ塗ってるんですけど、なんかやり方あったら教えてくださいな。あ、そういえばこの間さ、マスカラがどうのこうのって動画で言ってたら、なんかつけすぎてるのかわかんないけど、なんかあのティッシュで拭き取ったりするといいですよって教えてくださった方がたくさんいて、やってみようと思います今度。でもね、マスカラ缶持ってないから、ママのやつ借りなきゃいけないんです。あー、めんどくさい。なあいやー、いつもさ、テストはさ、早く取り掛かろうと思ってんのにさ、気づいたら前日っていうね、お決まりのパーティーですね。怖いな、ビューラーめっちゃ抜けるんだよね、まつげ。本当にこのビューラー下手くそなんだけど。え、何これ、わかる、目尻の方のビューラーが下手すぎる。あ、やってみよう。マスカラこう取った後に、合ってる、カサカサなんだけど、あ、こうやった後にこうってこと、あ、こういうこと、あ、こういうこと、あ、でも結構、あ、お結構ダマになってないのではないだろうか。あ、でいいわいいわいいわ、これめっちゃいい。完成。はい、おとなしく宿題に戻ります。かわいいんだ。最近よく撮ってるほかほか弁当の、なんかなんだっけ、一膳弁当。そうそう、ちょっとね、少なめの、これいいよね、ちょうどいい量のお弁当。アチャピと銀もね、あの唐揚げと卵焼きとちくわかな、ちくわ炒めとレタスとか、ほんとちょうどいいんだよね量が、うん、バクバク食べ、アキポン結構ガッツリだね今日。たっぷり入って美味しそう、うん、ママはすき焼き弁当。やったー、ママの隣だ。パパのり弁ですね、うん。お腹空いてたね銀くん。白ご飯あんま好きじゃないんだよね、うん、だからふりかけは嬉しい。昔は白ご飯大好きだったけどね。それの、なんかね、味がついてないご飯があんまり好きじゃなくなってきちゃった。ギモだ。うんうんうん。追いふりかけ。今から電車から電車が。違うやつだよね。うん。だって違いわかんないって。美味しいな。違うじゃん、ふりかけ味。あ、そう？うん。ママだけかわかんない。なんか今から。ライオンキング試写会が始まるようですね。これは。そしてなんとテスト前直前の姉さんたちまで来ましたね。みんなでライオンキングを見る会。ライオンキング始まりますよ。おー
ポップコーン用意して、アイス食べながら。見て。あなた何なの？あと開けるんだった。デザート用意してさ、準備万端じゃん。あとプレイをして。あと開けるんだった。はい、見ましょう。え、プレイ？うん。どうでしたか？初めて見た。ね。っていうのは嘘です。あ、そうです。アニメは初めて見たと思う。いいね、やっぱりね。ハムちゃんの役、なかなかいい仕事してた。いや、なんかね、実写で見た時よりも意外とさ、出しゃばっててやばかった。さて、上映会が終わったので、私は先の秘密基地を分解しようかと。もうだいぶ遊んだみたいなので。サーモンと、トロフィアン寿司と、と、チキンと、と、はい、と、何ですかそれは。スプラトゥーンのお菓子買ったね、銀ちゃん。久しぶり買い物行ったね。美味しいですか？さっきこんなんで死んでるの。そうよ、明日からテストよ。あなた今日一日何をしてましたか？朝からちょこっと30分ぐらい勉強して、ライオンキング見て、 YouTube 見て、今ですね。でも正直ね、5教科であんま分からないとかってないんだよ。おー、強気発言してます。いただきます。今日はお肉だけって言って。なんと美味しいよ。久しぶりのキムチ鍋、やったね。いただきます。うん、辛いもの食べれないって思われてるけど、全然食べますよ。辛いの大好きだよね。うん、さっき技術課程からのとチラッと見たけど、やばかった。やばいね、今日ほとんど勉強してないね。こっからが本番でしょ、夜型人間の。こんなことするか、なんかボンミスがいっぱい出る。マジでやばい、国語苦手。でもね、なんと今回現代文が一個も出ないの。古文全部古文。うん、僕も古文だった。矛盾とか付き合いの、あ、ソフトに立てた方向を売る人ありみたいな。そのたけの中に元光るたけの一筋ありきり、しがりてゆりてみるに筒の中に帰ったり、それを切れば三寸まかりなる人、糸を突き入れていたり。まー、卵焼きは食べないの？銀にあげる。え、銀食べる？卵焼き。いらん、いらん。じゃあ何食べるの？今卵お寿司屋さんで頼んでさ、シャリ焼き食べる。うん、なんか卵美味しくねーって言って。いやでも分かる、なんか寿司屋にあるあれはあんまり美味しくない。卵なんか冷たすぎる。ママの卵焼きが美味しすぎるのね。なんすこの間さ、友達がなんか弁当箱開けた瞬間になんか笑い出して、オムライスって言いながら爆笑しようってね。なんだろうって思って中見たらね、チキンライスの上に目玉焼き乗っかってた。これでも絶対美味しいよね。美味しいと思う。もう飲んじゃおっかな。乾杯。飲んじゃえ。飲んじゃおう。飲みたいないし。はい、今日買ってきたお菓子についてた。ママ開けていい？いいよ。アキちゃんが狙ってます。何が出るのかって。北斎。おお。筆。不思議な食べ物なんだよね、これは。何それ。なんかね、なんだろう、新感覚キャンディーって書いてある。なんか水飴みたいなやつじゃない。不思議な食べ物なんだよ。どんな味なんだ。ベタベタする。味書いてある。ネオングリーンがソーダ味、ネオンピンクがコーラ味。それ美味しいの？わかんない。ポンちゃんがなかなか治らないお尻の痛みのストレッチをしてます。さあ治るのでしょうか。ダメじゃん。ダメ。いつも引っ込めるときとか、うんってするときにめっちゃ痛かったっす。うん、続いてくるの。何回かやってみなよ。
分解中のところでなんか iPad 立てていい感じのなんかありますね。じゃあ銀のお部屋だけがまだ残ってますね。カンナさん、カンナさん覚えてたのかな、紙持ってガオーガオガオー空港かな、うん、どっちかというとさ、文章は分かるんだけどさ、漢字とか基礎基本がダメで、うん、前回のテスト20点ぐらい落とした。あら、あきちゃんは確かになんか漢字読むの苦手だったもんね、昔から。うん、読むのも書くのも苦手。りんご飴よっしゃいけガジ、おあれガジ硬い、硬い、ありがとう、これでもう食べれるよ。うまっ。銀の頭で何も見えてないんですけど。美味しいんだよね。あ、どうした？前歯やられた。食べるときどんな顔してんだろう。一回も思われるよね。確かにこれはね、好きな人の前じゃ食べれない。絶対不細工って一回思われる。